山下さくらのひまわりラジオ。はじめまして、こんにちは、こんばんは、山下さくらです。皆さんは夢か現実かわからなくなるような感覚を味わったことはありますか？今回は前回の夢のお話に便乗しまして、ちょっとミステリアスな不思議な夢のお話をしたいと思います。幽霊は出てきませんので安心してくださいね。それでは最後までお付き合いください。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。ひまわりラジオ39回目となりました。そして皆様お久しぶりです。2週間ぶりのラジオでしょうか。いや、まさかのね、2度目のコロナ禍の陽性さんになってしまいまして、1度目は昨年の9月でしたが、あの時は本当に命の危機を感じるほどしんどかったです。そしてちょうど1年後の今年の9月に2度目の陽性さんになったのですが、昨年に比べて全然しんどさが軽く、インフルエンザだと思って病院へ行きました。でもね、インフルエンザではないとのことでびっくりですよ。しかも昨年よりも数値が悪かったようで、入院の一歩手前だと言われました。しんどさは昨年の方が強かったのですが、なんとか動画アップしていた自分がバカでした。今年はね、入院を避けるためにもしっかりとお休みさせていただいた次第です。まだ咳も出ますし、声もかすれたりガラガラ声になったりしますが、これもね、やっと後遺症から克服できたと思った矢先だったので、歌の方ももう少しお休みいただこうかと思っています。はい、ということで余談はここまでにしまして、それでは早速本日の本題へと参りましょう。本日のテーマは夢か現実かわからなくなるような夢ということですが、幽霊とかの恐怖ではなく、ミステリーとしての恐怖というのか、不思議な夢のお話になります。というのもですね、うすうすは気づいていたんですけど、気のせいだと思ってずっと生きてきました。でもやっぱり気のせいではないなって最近は感じていることがあるんです。同じ夢を何度も見るなんて話を聞くことがありますが、確かにそれも前世の記憶なんじゃないとか、何かの予言とか予知夢なのではとか、ちょっと怖いですよね。でも私が感じているのは同じ夢を見ることではないんです。実はですね、夢って1日に3度ぐらい見たりすると言われていますが、そうではなく、違う日に見る夢の中の世界が同じなんです。え、どういうこと？って思うと思いますが、全く夢の内容は違うんですけれど、前に見た夢の出来事が違う日に見た夢の中で全く異なる内容の夢なのに、夢の中の自分や登場人物がその過去の話のままストーリーが続いているという感じだったり、出てくる建物や道が同じなんです。これってパラレルワールドはちょっと違うとは思いますが、夢の中の世界が現実にあるんじゃないかと思えるようで怖いんです。これも前世の記憶だったりするのかななんて思ったりしてみたけれど、でも前回お話ししたように、遊園地になったり学校になったり、急にホテルだったり、おかしな夢を見たりとか、その日その日で見る夢の内容が違うのに、出てくる街並みや駅や電車なんかはその夢の中の世界でいつも同じ場所にあって、同じ道があって、同じ建物があるという感じなんです。こんなことって
リスナーの皆さんの中にも体験してみれる人いますか？以前はこんなことってなかったと思うんですけれど、でも気づいてしまったんですよね。スピリチュアルの部類に入るのかとは思いますけど、ちょっと霊能力者さんとかにも聞いてみたい現象だなって思っています。あともう一つ、ちょっと怖いと思うことがあるのですが、今生きている私たちのこの世界、実はあの世ではないかと言われていることなんですよね。人生は修行のようなものだと言われていたりもしますが、この今生きている世界で修行をして生まれ変わるのではないかと。あの世と言われているのは実は本来生きている世界なのではという考え方です。もうこれこそパラレルワールドみたいな話なのではないかと思うのですが、じゃあ夢で見る世界というのはその今でいうあの世の記憶なのかなと思ったり、デジャブなんていう言葉もありますが、これについては昔私もよく夢で見ていました。デジャブはある意味予知夢だとも言われていますよね。あ、これ夢で見たことがあるみたいな。ただね、その私が見る夢の中の世界ですが、道や建物はいつも同じなのに、宇宙人が出てきたり怪獣が出てきたりとか、現実では考えにくい映画のような出来事もあるから、さすがに夢ではあるんだけれど、でもこれがパラレルワールドの世界では実際にあるような世界だったらとか、いろいろ考えちゃったりするんですよね。こういう夢ってどう思いますか？よくある夢が現実かわからない出来事があったという体験者さんたちの話だと、 UFO を見た話だったり疑似体験みたいな夢を見たのに、現実にその夢で体験した証拠が残っていたりとか、これも怖い出来事ではありますが聞きますよね。それでね、今の私ってもし意識不明のようなことが起きた時に、その夢の世界で夢を長く見ていたとしたら、こっちの世界ではなく夢の世界で生活していくことになっていたりする恐れがあるよねって思ったんです。現実の世界と夢の世界と逆さまになってしまって、目を覚ますことがなくなってしまったら、そのまま夢の世界が現実の世界として生きていくことになりそうだと思いませんか？本当これだけはね、ちょっと皆さんにも聞いてもらいたかったですし、他にもこんな感覚を味わっている人がいるのか知りたかったんです。もし見えましたらぜひコメントで教えてくださいね。今回はちょっと不思議な怖い夢のお話でしたが、いかがだったでしょうか。夢ってやっぱり所詮は夢って言えるようなおかしなことが起きるのが夢ですよね。そういえば以前、空から大量のサッカーボールが落ちてくるというのかな、降ってくるっていうのかな、そんな夢を見たことがありますが、それこそ夢だとはっきり断言できるので、ある意味安心します。ただやっぱりその夢の中に出てくる人だったり建物だったりは一緒でした。夢は不思議でもあり、時には恐怖でもあるので、怖い思いをする夢だったら見たくないですよね。平凡な日常生活にある意味夢は面白かったりもするし、良い刺激となって気分転換できるのはありがたいことではありますが、どういう原理なんでしょうね。夢はとにかく不思議です。ということで、それでは皆さん、本日も最後までお付き合いくださりありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。お相手は山下さくらでした。